はい、こんにちは。本日は、こちら昨日ね動画で開封をやりましたこちら、はい、英語版のポケモンカード XY フリオスフィストズのエリートトレーナーボックスですね。はい、昨日こちら開封して中身を見せたんですが、その中に入っておりましたねこちら、はい、フリオスフィストズの拡張パック、これが8パック入っていました。で、昨日の動画でねちょっとね尺が足らずで開封できなかったので、今日はこちら8パックをね開封やっていきたいと思います。今回は4種類のねデザインが用意されてて、ガチゴラス、メガルカリオ、メガヘラ、それからルチャブルという4個のデザインが、2個ずつ入っております。ではね、4つずつ見ていきたいと思います。ちょっと分厚いんだよね、日本版の倍、1パックで日本版の倍の枚数入ってて分厚いんで、ちょっと1個ずつ開けていきましょう。では早速見ていきたいと思います。はい、でもうちょっとめんどく、あれ1枚抜けなかった、よいしょ、見えちゃった。でちょっとめんどくさいんで、あれですね、あのこれ間にねあのレアカードが挟まってくるんですけども、そのまんまやりたいと思います。では早速やっていきたいと思います。見ていきたいと思います。まず1枚目はチョボマキかな、チョボマキあらゴルーグかな、ゴルーグ、ナックラ、マイナン、お、そしてここからがレア、これはスコルピかな、スコルピー、はい、そしてん、カイリキか、カイリキ、はい、からコルニー、これはトレーニングセンター、ゴーリキー、最後はクマシュン。ほう、大体あれですよ、あれだ、あのライジングフィストもそういえば日本版でも開封やったことないから初めてのカードが結構多いのかな、初めて見るカードが多い。では次はこれメガヘラの、メガヘラクロスのデザインのやつ開けましょう。それではいきまーす、スーパーレア来いよー、よいしょ、はい、はい、まずゴチム、それから幕の下、次はワンリキ、そしてはい腕っぽう、そしてちょっと絵柄だけじゃ怪しくなってきたぞ、イーブイ、これ可愛くね、これ結構可愛い、イーブイ、そしてこれレアか、これはキラカードだ、ドラピオン、あんまりアクはわからんな、キラの感じがキラキラ、さあ次お願い、じゃん、うーん、キラカード1枚だったじゃん、グレイシアだ、はいグレイシア、そして何これ、チゴラス、チゴラスかな、はい、クレッフィー、クレッフィーだね、はい、最後はベロベルト、はい、いまいちだ、まだいまいちですね、日本でいうところだと2パック今あげたけど、日本だと4パック分になるのかな、はい、じゃあ次はあれガチゴラさっき開けなかったっけ、開けてないか、次ガチゴラのデザインのやついきましょう。うわ、3パック目、はい、スコルピースリープ、マダツボミー、これはベロリンガー、はい、オンバット、そしてなんだこりゃ、フォーカススカーフかな、フォーカススカーフ、トレーナーがアイテムがレアでした。次はお、レアじゃないか、ランドロス、ランドロス、キラ、レアっていうかキラ、はい、そして
輪っか社もこれはバトルレポーター、バトルレポーター、最後は何これ、エネルギースイッチ、エネルギー入れ替えかな。はい、まだレアカードが来ないな。はい、じゃあ次はメガルカリオのデザインのものいきます。これで半分、4パック目になります。いいカードをお願いします。ん、全部出たかな、これか。よいしょ、はい、行きましょう。アチャモー、ピッピ、キノココ、ヤンチャム。わ、ピカチュウだ、ピカチュウ。じゃん、うわ、ニョロモ。全部のカードに対してレアあんのかな。ニョロモとかもこのキラ仕様なんですね、ニョロモ。次は来い、アマルルガか、アマルルガ、アマルルガ。おわ、まただ、メロベルト。最後2枚はん、フルヒアル、フルヒアルかなと、ファイティングスタジアム。はいはい、ということでね、とりあえず半分今4パック開封をしたんですが、ちょっとね長くなっちゃいそうなので、またね残り4パックは明日開封し、明日動画で出したいと思います。では引き続き、明日も見ていただけたら嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。